こんにちはー。ゆっくり霊夢です。ここは広島県広島市中区の神谷町西電停付近、ホテルの客室、宴会場、結婚式場などを備えるメルパルク広島、そごう広島店、アクア広島センター街、広島バスセンターが入居する広島センタービルが南側に立ち並び、エディオン広島本店の東館、西館が南側にドーンと立っています。東館は2016年に、西館は2019年に建て替えが完了し、現在のような外観に、エディオン、和英電、デオデオ、緑電化、石丸電機が統合して誕生した会社ですが、店舗ブランドを変更する2012年まではデオデオ本店だったわね。ちなみに株式会社エディオンの登記上の本店はエディオン広島本店東館の住所らしい。今回はエディオン広島本店東館、西館の間を通り抜けて、アニメイト広島付近まで歩きましょう。短い区間の口散策ですが、よろしくお願いします。信号を横断しましょう。広島駅からは、2、広電宮島口行き、6、エヴァ駅が、横川駅からは、7、広電本社前駅が神谷町西を経由、神谷町東、本通りといった電停もここから近く、市内各地からの路面電車が神谷町、本通りエリアに集まっていますよ。この道路を境に、東側は神谷町2丁目、西側は大手町1丁目、という住所。こちらの道路は通称大手町通りと呼ばれているみたい。一本東側を並行する大通りの二条通りが開通する前までは、大手町通りが南北方向のメインストリートだったらしく、大正時代までは大手町通り沿いが広島の金融街だったそうですよ。ローソン、スタバーとカフェだった場所にはなかなかテナントが入らないなぁ。これらの店舗は2021年1月に閉店しました。さぬき屋のスタミナうどん、丸海屋の本マグロ、福飯、お金があれば毎日両方食べたいくらい好きな食べ物らしい。居酒屋、ドトールコーヒーもあるわねー。ちなみにエディオン広島本店西館にはタリーズコーヒーが入居していますよ。エディオン駐車場の料金は30分220円で、お買い物金額に応じて割引あり。ゲートインは豪快に果物を使ったパフェ、ケーキが人気のカフェ、濃厚魚介豚骨スープのつけ麺を提供する東京の人気つけ麺店、三田製麺所、回転寿司、松屋など、様々な飲食店が並んでいるわね。伸びるモッツァレラチーズカレーパン、とろり半熟卵カレーパン、名物宮島牡蠣カレーパンなど、様々な種類のカレーパンを販売する、広島カレーパン研究所、付近で左折すると、サンモール、という商業施設があって、夢マート、GU、ミスタードーナツ、サンドラッグ、ユニクロ、ダイソー、ニトリデコホーム、ビレッジヴァンガードなどのお店が入居していますよ。広島県民文化センターは多目的ホール、県民プラザ、文化情報コーナー、展示室、サテライトキャンパス広島などを備える施設です。広島県民文化センターの近くには、Pスクールのポートが設置されています。広島市中心部で利用できるシェアサイクルで、30分165円で利用可能。買い物や観光で自転車をちょい乗りしたい時は利用してみてはいかがでしょう。松野屋、広島信用金庫、未来坂、鎌倉パスタ、サンマルクカフェなどのお店が並び、台東ステーションにはたくさんのフィギュア、ぬいぐるみが並んでいます。神谷町2丁目交差点で広島本通り商店街と接続、左折して東へ進むと本通り電停、広島パルコ方面、右折して西へ進むと平和記念公園方面、神谷町2丁目交差点南西角には双葉図書ギガ本通り店がありましたが、2020年8月に閉店、跡地には4階建ての商業ビルが建設中、どのようなテナントが入るのか知らねえ。双葉図書ギガ本通り店の場所には2012年まではデオデオ本店コンプマート、奥に見えるアニメイトビルの場所には2012年までデオデオネバーランド広島本店があり、約10年前までの大手町通り沿いはデオデオの建物がいくつも並ぶ電気街の雰囲気だったようです。左側のパチ屋跡地には2022年11月にクリニックなどがオープン予定。アニメイト、ナムコ、メロンブックス、羅針盤が入居するアニメイトビルが見えてきて、散策はここでおしまいです。今回は神谷町西電停、エディオン広島本店からアニメイト広島までのプチ散策でした。動画の感想やデオデオ本店などの思い出があれば、お気軽にコメントしてくださいね。撮影も終わったし、一勝負しに行こうかしら、と。その前に最後に少し寄り道、アニメイト付近で右折して、しばらく西に進むと、